はい、どうも皆様ごきげんよう、ウクレです。それでは星のカービィサワラです。今回も続きをプレイしていきましょう。ではアナザーディメンションヒーローズパート2かな。早速続きをプレイしていきましょう。さあ続きからですね。あ、3つ選べんの。いやまあとりあえずこっちから行こうかな。でパーティーも前回の完全に続きからですね。さあどうなっているのやら。あー降りる、はい。あ、どんどん降りる、はい。こっちも降りる、はい。こっちも降りる、はい。でハートがあるよと。 OK、 とりあえず1個目はゲット。お、で、はい、スティックね。 OK です。スティックは、はい、こうやって遠くの敵を攻撃することもできる、安全にスイッチを押すこともできる、はい。わざわざあんなところに入る必要はありませんね。ビームはとりあえず仲間にしといた方がいいのかな。で、はい、 OKOKOK、 大丈夫大丈夫。まあこれはつけてるからいいんだけど、ああ、これね、はい、あの通電させることができるよね。オッケーオッケーオッケー。よしよしよし、遠くのものを攻撃できる。んで、はい、下向きで、あいだい、あい、水流が発生してる、水流が発生してる。まずいまずいまずい。あ、落ちちゃダメだね、これね。落ちないで、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。で、ここも、あ、オッケー、危ない危ない危ない。皮脂数字がもうやばい。待って待って待って、オッケー。はい、はい。ここも、待って、あ、これ、これ急がないといけないやつじゃね。オッケー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 、よしよしよし。で、これもか。オッケー。で、急いで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 。あー、なるほどなるほど。はい。大丈夫。敵避けながら、敵避けながら。オッケー。あ、邪魔じゃ、邪魔じゃ。よし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 。お、いいねいいね。ほい。リック、カイン、クー。ね。次はリック、カイン、クーですね。了解しました。どうしようかな。あ、キャラクター解除できない。解除できないって言えば、あれだ。あの、コピー能力解除できないな。そっか。オッケーオッケー。まあ、とりあえず分かりました。で、俺がこの3人を操作するのね。はい。カインは水中ではアイスの能力を使えるから、それを駆使していきたい。なんかみんなどんどんやられたんよ今ね。まあなるほどね、トゲに当たってるのね、みんなね。ともかくともかく当たっちゃダメよ。当たるねみんなね。待って待って、これなんか絶対ある。そっちになんかありそうだな。やっぱハートがあったか。オッケー、オッケー。あ、これはね、これはね、上は壊さん方がいい。で、誰か仲間にしたいな。これもね、上だけ。オッケーオッケーオッケー。あ、で、鍵ね。はい。ハムスター動画になってますよ、完全に。オッケーオッケーオッケー。鍵で敵を攻撃することもできるからね。あー、別の鍵が出てきた。ちょっとこれとりあえず投げてみて、あいつは仲間にしたいな。ほら、よいしょ。 OKOK。 ちょっと援護をお願いいたします。これどうすんの。あー、あ、なるほど。とりあえず空で、あ、なるほどなるほど、そういうことね。はいはい。クーは空中ではカッターの能力を持っているから、これで切れと。おかげなんもないか、大丈夫か。はいはいはい、 OK OK。 あー、はい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 。まあとりあえずこれはよいしょ。 OK。 でこれはどうしたらいいんだ。投げ入れないといけないのは分かる。どうしたらいいんだこれ。え、むずいな。
とりあえずこっち側に行ってみた方がいい？これ終わりでしょきっと。次はマルクか。え、わからん。間に合わんよな、これじゃな。あ、鍵ぶっ壊れたし。もういいや。どうしようもない。これはちょっと諦めよう。ここだけに時間食ってるわけにいかん。はい、じゃあマルク行きます。もう体力やばいんだよね。あ、こうやってボールを投げる。はいはいはい。どんな技を持ってるかがわかんないんだよな。はい、スーパーデラックスからピエロのあいつがついに来たのさと。悪さを企んでいるかもしれないけど、ご飯を食べればもうお友達。まさにドリーム。あのラスボスとありえない旅へ。ピエロ玉乗り、玉蹴り、蹴る角度を変えることができる。ビー長押しできる玉蹴りシュート。はい。で、仕掛けピエロ玉。はい。敵のそばでビー、いたずらキック、きらめきの羽。きらめきの羽中にビーを放つと、口からピエロ玉。ブラックホール。きらめき羽中にビー、長押し放つ。キリウモミマルク。こういうことか、こういうことか。はいはいはい。で、きらめきこうして放つと、あー、なるほどね、こういうこともできる。オッケー。はいはいはい。よいしょ。あっと、やばいよ。うん、やっちゃったね。一応ブルアンナム仲間にしとこうかな。よし、ストーンがいっぱいいるね。いるのかな、ストーンが。オッケーオッケー。ハートがある。どこが落ちてくるのかっていうのをしっかり見極めないとダメだな、これね。じゃないと怖い目に遭うわ。これここか。あー、待って、みんな逃げて。あー、やっちゃった。やっちゃった、やっちゃった。どこに仲間がいるのかしっかり把握しながらじゃないとダメだね。うわー、マジか、それはきついぜ。で、ここが、はい、とりあえずエリア移動ね。さて、ブルアンナがまたいる。ん？これは何があるの？なんか怖い予感がする。ああ、ボス戦ね。怖い。怖い。下のやつも倒さないといけないかな？オッケーオッケー。待って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 、それは待って。オッケー、危ねえ。それやばい、やばいやばい。待って待って、あー、くそ、下に落ちちゃった。許されん、許されんぞお前。ほらよ、もう一回するぞ、来い。もう一回、もう一回、もう一回。よしよしよし、いいよいいよ。あー、捕まった、やばいやばい。来い。オッケー。ブルアンナたち全然戦わんかった。まあいいや。よいしょ、終わりかな。あー、次はグーイね。はい、星のカービィ3からの参戦ですね。オッケー、じゃあ行きましょう。スティック、はい。一応説明見ようか。ヘンテコニアロード星のカービィ3からひょっこり長いベロが自慢のグーイ。なんかいろいろ訳ありみたい。よくわかんないけどついてくるのは楽しく冒険しちゃおう、よろしくねと。
アイテムキャッチ、ベローン、ベロベローン、ベロ捕食、下打ち、下打ちすんの？で、グーイパラソル、クルクルパラソル、グーイバーニング、グーイストーン、拡散ダークレーダー、え、レーザー、拡散ダークレーザー、何それ、何それ、またもどき。え？待って待って待って、またもどき？空中で、ダークレーザー、お守り袋。あー、これね、あ、これね。やってたやってた、そういえば。ん？待って、こっ、あ、これかこれか、難しいね。でストーンで、あ、行きなさいよ、はい、待って待って、俺今何かした？これ投げるの、もしかして？あー、投げることできるんだ。ここ、ここ水よろしく。ちょっと、あ、待って待って待って、ここを消してほしいんですけど。え、ベロンチョするだけで消せんの？やば、そういうこともできるのね。はあ、え、ちなみにさ、下には何もないの？何もないね。はいはいはい、グーイバーニングができるから、待って、これはこれは難しくない？こういうことか。ダッシュしながら、あの、ダッシュしながらジャンプしてバーニングね。で左は、うわ、そういうことだよね。 なるほど難しいことさせるね。お、あ、痛い、タイミング難しいなこれ。いや違うか、これこうか、乗ってっ、あー、ダメだ、違う、ここじゃない、ここなんか位置がちょっと違う気がする。ほら違うね、もうちょい離れてか。それでもバーニングかな、やっぱり。乗って乗って、ほい、ダメだね、いけないね、バーニングで行くしかないか。ほっ、うっ、よいしょ、よいしょよいしょ、何回もやってればいけるはずなんだけど、難しいな。うっ、あー、やべ、くっそ、マジか、きちい。うーん、ダッシュベロベロランブだとは思うんだけど、ダメだダメだダメだ、諦めた方が良さそうだ。ちょっと厳しいわ、ここ。もっと俺には練習が必要だね。食べ物か。しゃあなし。行きましょう。全然回収できてない気がするけど。で、アイスカービィね。はい。まあ、20個ぐらい集められたらいいかなと思ってるから。とりあえずいいっすよ。やばいね、ビートルは必要だったんじゃないか今の。わっ、ちょ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 、危ない危ない。はい、あー、ハートが下にある。で、これは吊り橋か何かか、違うね、列車かこれ。じゃあ吊り橋か、違う、列車だ。列車か、列車はきついぜ、このステージで。列車は一瞬の判断ミスがもうなんかすぐ死に直結しそうな気がする。はいはいはい、スイッチ押して、そんな感じ。おいおい、こういうことか、こういうことか、怖えな、おい。オッケー。なんてタイミングゲーをさせるんだ。取れるか、え、取れないじゃん。え、待って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 、いろいろタイミングがおかしい。あ、やばい、あれも無理だ。え、どうしたらよかったんだ。ここの1アップはこのままで正解でしょ。あ、はい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 、
あーで戻らせねえよっていうね。この宝箱はでもって上かな。違うね。あ、スイッチ押してないから先に行けないのか。うわつら。まあいいや、そろそろボス戦だと思う。おうおう、びっくりした、いきなり潰されるのかと思った。ああ、はい、誰仲間にしよっか。はい、64から。アドレールリボン、はい。ビートリーの代わりがいいかな。 OK。 なんか石が思いっきり動いている音がしますが、これさ、お、ピクニック、素晴らしい素晴らしい。オッケー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 。でこっちは関係なさそう。はい、オッケーオッケー。仲間にできるのはこのメンバーか。ボスが誰なのかっていうのによるよね。ボス誰だろう。多分、いや、デデデの可能性あんな。デデデだったら、いや、アドレールリボン、ブルアンナ、ネスパーだって、いや、俺がアイスなのが多分まずいんだよ。ここはボムにしておこう。で、パワーアップさせとこ。OK。で、ほい、雷が落ちると。こういうことね。OK。これ追加効果を狙っていく。多分デデデ。多分デデデ。クラッコかい！それだったらパラソルだったよ。アナザーツインクラッコ。マジか。それはちょっと判断が間違えましたね。しかも雨降らすんかい。ちょっとこれは。ちょ、アドレヌーはお前、あ、待て待て、俺も。ちょっと待って、やばいやばい。危ない。やばい。痛い、めっちゃ食らってる。全然爆弾当たっとらん。あー、よしよしよし、今、ゴー、ボタン連打でなんとかしろ、オッケー、ゴリ押し。え、アナザービッグクラッコ。待って、え、パワーアップすんのお前、それ勘弁だぜ。やばいね。回復アイテムお願いします。全然気にしかけてくれてない。全然アドレーヌが気にかけてくれてない。ちょっと待って、何それ、ちょっと怖いんだよ。やめて。痛い、ちょっと待って。誰かがやられた、ブルアンナがやられた。ちょっと待って、これ難しいよ、倒すの。うわ、いやでも分かった、クラッコでしょ。分かった、それだったらパラソルだよ。まずこれで継続ダメージ。あー、かわせない。待って、端っこに行くのが正解なのね。待って、これやばい、うわパラソルが。待って、向こうでもビームするよ。危ないよ。大丈夫か。うわー、画面の端っこまで。あー、うわー、やばいね。待て、これやばくない？ちょっと待って、俺素直に戦うわ。やばい、当てたら終わりなんだけどね。うわー、マジか。おー、倒した、早い。
なるほどね。ああやって氷のつららを、氷のつららつ、あ、何言ってんだ。氷柱を高く積み上げることによって、上にもダメージが入る。やらら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 。待って、ダメージ。よし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 。いいぞ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 。これはね、画面端がいい。画面端ダメじゃん。待って、よーく見て。あ、やばいやばい。助ける。オッケー。よし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 。よしよしよし。攻撃の方は申し分ない。上空に逃げて。オッケー。次何してくる？ビームか？ビームか？ビームの可能性あるぞ。大丈夫か？ですね、ビームですね。で、これ、画面端に来て、またビームしてくる。いや、OK って、危ない。突っ込んできたね、突っ込んできたね。OK、OK、OK。よしよしよし、突っ込んできた、突っ込んできた。お、決着つけるぞ。OK、OK、OK、OK。OK！ ギリギリ。危ねえ。あー、難しかった。ディメンション2クリア、ありがとうございます。はあ、こんなもんか。あとは3と4ですね。はい、 OK です。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。